マウスで操作をして、文字入力の時にはキーボードを使用する。このように、Windows を操作している人は多いですよね。ですが、Mac とは違って、Windows ではマウスを使用しなくても、キーボードだけで操作することができるんです。キーボードで Windows を操作する。 というとショートカットキーでの操作を真っ先に思い浮かべるかもしれません。確かにショートカットキーを使用することで効率的な操作が行えます。しかしショートカットキーだけではまだまだ効率的とは言えません。では。 どのようにしてキーボードで Windows を操作するのかというと、アクセスキーやアクセラレーターキーを使う方法です。アクセスキーやアクセラレーターキーは、ショートカットキーのように手順を省略する操作ではなく、マウスで操作することをキーボードで簡単にできる操作になります。 マウスで操作せずキーボードで操作できるようになることでキーボードからマウスへ手を移動させずに済むので操作速度を上げることが可能になるんです IT 講師として10年以上延べ1万人以上が受講しているデジタル教室がデジタルを活用して 日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けします。今回はアクセスキーとアクセラレーターキーをプラスワン。アクセスキーやアクセラレーターキーという言葉はあまり耳馴染みのない単語かもしれません。 まずここではファイル管理アプリのエクスプローラーを使ってアクセスキーの解説をしましょう。スタートボタンをクリックしてスタートメニューのプログラム一覧から Windows システムツールの中にあるエクスプローラーを起動。このような面倒な手順を踏まなくても エクスプローラーはショートカットキーで簡単に起動できます。Windows キーを押しながら E のキーを押してください。ショートカットキーで簡単にエクスプローラーを起動できましたね。このようにショートカットキーを使用することで 本来の手順を省略できますが、アクセスキーは手順を省略するのではなく、マウスでする操作をキーボードで操作する手順になります。まずは画面に表示されているエクスプローラーのウィンドウに注目してください。メニューバーの下には、 いろいろなアイコンが表示されていますね。もしもあなたが使用しているパソコンのエクスプローラーのウィンドウのメニューバーの下にいろいろなアイコンが表示されておらずこのような状態になっているのであればまずはいろいろなアイコンがメニューバーの下に表示されるようにしてみましょう。 メニューバーの右端を確認すると、青い丸のハテナマークのアイコンが確認できます。その左隣に、超なりの記号が下を向いた形で表示されています。こちらのアイコンをクリックしてみましょう。これで、 メニューバーの下に色々なアイコンが表示されるようになりました。それではアクセスキーを実際に使ってみたいと思いますけれども、このアクセスキーは目に見える形で表示されていませんので、アクセスキーのことを知らなければ使うことができません。ですから、まずはアクセスキーを表示してみましょう。 アクセスキーを表示するのは簡単です。キーボードのオルトキーを一度押すだけでアクセスキーが表示されます。オルトキーを押しても何が変わったのかわからないかもしれないですね。タイトルバーやメニューバーに注目してください。 アルファベットや数字が表示されているのを確認できますね。これがアクセスキーです。メニューバーのファイルに F が表示されていますので、キーボードの F キーを押してみましょう。メニューバーのファイルを マウスでクリックした時と同じようにファイルメニューが表示されました。このようにマウスでクリックする操作をキーボードで操作できるようになります。そして表示されたファイルメニュー内にもアクセスキーが表示されているのを確認できますね。ここでは 新しいウィンドウを開くの右側に表示されているアクセスキーのダブルを押してみましょう。そうすると、新しいウィンドウを開くの右側に表示されている三角記号をクリックしたときに表示されるメニューが表示されました。 表示されたメニューにも各項目に対してアクセスキーが表示されていますね。ここでは新しいプロセスで新しいウィンドウを開くこちらに表示されているアクセスキーの P を押しましょう。 新しいプロセスでエクスプローラーのウィンドウが表示されました。このようにアクセスキーを使用することでキーボードから手を離すことなく操作できるようになりますからわざわざマウスへ手を移動させる必要がありませんので手早く操作ができますね。それでは 表示しているエクスプローラーのウィンドウをアクセスキーを使用して閉じてみましょうまずは Alt キーを押してアクセスキーを表示しますそして F キーを押してファイルメニューを表示しましょう続いて閉じる に表示されているアクセスキーの C を押しましょう。キーボードの操作でエクスプローラーのウィンドウを閉じることができました。コントロールキーを押しながらダブルキー、もしくはオルトキーを押しながら F4 キーでもウィンドウを閉じることはできますが、ショートカットキーはキーの組み合わせを覚えていなければ操作できません。ですが、アクセスキーなら画面に表示されている項目をキーボードで選択しますので、組み合わせを覚えていなくても操作ができます。また、 全ての操作がショートカットキーで行えるわけではありませんので、ショートカットキーが設定されていないメニュー項目をキーボード操作でできるのは非常に便利です。ですが、残念ながらアクセスキーは全てのアプリやウィンドウで使用できるわけではないんです。 アクセスキーを利用できるのはツールバーの一種になるクールバーもしくはリボンバーが表示されているものになります。そしてこのクールバーを使えるアプリはマイクロソフト以外のアプリでは見かける機会は少ないです。そのため この便利なアクセスキーを使用できるアプリが多くないのが現状なんです。これやったら結局キーボードで操作するよりもマウスを使った方が便利やん。そう思ってしまいますよね。しかし、アクセラレーターキーは違います。アクセラレーターキーは、 Windows が登場した時から搭載されていますので、ほぼすべてのアプリで使用できるんです。そして、このアクセラレーターキーは、アクセスキーと違って、まず間違いなく目にしたことがあります。それでは、アクセラレーターキーの解説をするために、メモ帳を起動しましょう。 スタートボタンをクリックして、プログラム一覧から、Windows アクセサリーをクリックして、メモ帳をクリックしましょう。 メモ帳のウィンドウが画面に表示されました。そしてアクセラレーターキーも表示されています。メニューバーの各項目にカッコで下線のついたアルファベットが表示されていますね。アクセラレーターキーを使用したことがなければ何のためのアルファベットなのか 意味がわからなかったと思います。これがアクセラレーターキーなんです。アクセラレーターキーはアクセスキーと同じく表示されているアルファベットをキーボードから押すことになりますが、単純にキーを押すだけでは文字入力されるだけです。アクセラレーターキーはオルトキーと アルファベットや数字キーと組み合わせて使用します。まずは、アクセスキーの時と同じように、Alt キーを押しましょう。アクセスキーの時とは違い、Alt キーを押してもアルファベットは表示されませんが、メニューバーのファイルが水色で囲われました。 この状態で F キーを押してみましょうメニューバーのファイルをクリックした時と同じようにファイルメニューが表示されました表示されたメニューの各項目の横にも下線のついたアルファベットが表示されているのを確認できますねここでは新しいウィンドウの 横に表示されているダブルキーを押してみましょう。新しくメモ帳のウィンドウが表示されました。アクセスキーと同じようにマウスでクリックする操作をキーボードで操作できました。しかし、 アクセラレーターキーはオルトキーを押したまま操作することでその進化を発揮します。それではオルトキーを押しながら F キーを押してみましょう。先ほどと同じくファイルメニューが表示されましたがまだオルトキーから指を離さないでください。そのまま 新しいウィンドウの横に表示されているダブルキー、こちらを押してみましょう。また新しくメモ帳のウィンドウが表示されました。このようにオルトキーを押したまま操作することで流れるようにサクサクと操作ができるんです。 アクセラレーターキーが表示されている場合は、Alt キーと Alphabet キーを組み合わせて操作することが可能になります。それは、ダイアログボックスなどで表示されるボタンをクリックする操作でも同じです。まずは、メモ帳のウィンドウに何か文字を入力してみます。ここでは、ABC と入力します。 それではアクセラレーターキーを使ってメモ帳のウィンドウを閉じましょう。オルトキーを押しながら F キーを押して続けて X キーを押します。そうするとダイアログボックスが表示されました。 ここで注目してもらいたいのがダイアログボックスに表示されているボタンです。保存する、保存しないの横にアクセラレーターキーが表示されていますね。このボタンに表示されているアクセラレーターキーもキーボードから操作できますが、 ダイアログボックスで表示されているアクセラレーターキーに関しては、Alt キーと組み合わせる必要なく操作が可能になります。ここでは保存する必要がありませんので、保存しないこちらのアクセラレーターキーの N をキーボードで押しましょう。 ここで注意しなければならないのは、ファイルを保存する際に、ファイル名など、文字入力ができるダイアログボックスが表示された時です。ファイル名を入力できるダイアログボックスの場合は、ボタンに表示されているアクセラレーターキーを押しても、 そのまま入力されることになってしまいます。状況に応じて、アクセラレーターキーの使い方が変わってしまってはややこしいので、アクセラレーターキーを操作する際には、オルトキーを押しながら操作するようにしましょう。そうすることで、 誤操作を未然に防ぐことができます。本来なら、マウスで操作することをキーボードで操作できるようになることで、素早く操作ができるようになります。また、Bluetooth などの無線式マウスを使用していて、バッテリーが切れてしまっても、アクセラレーターキーを使えば、 キーボードで操作することができますので何もできなくなって困ってしまうなんてこともなくなります。アクセラレーターは加速させるという意味があるので Windows の操作をキーボードで加速させて作業を効率的に行えるようになりましょう。そしてタッチタイピングができるなら アクセラレーターキーを使えるようになると、驚くほど作業効率がアップします。その他にも、このアクセラレーターキーや、アクセスキーを使用して、Windows をキーボードで操作していると、なんかちょっとかっこよくパソコン使える人に見える副産物もありますよ。 デジタル教室ではパソコンやスマホの初心者に向けて何か一つでもプラスになる情報を発信しています。今回の動画があなたにとってプラスになったと思ったらチャンネル登録そしてグッドボタンでデジタル教室にもプラスワンしてください。YouTube だけではなく Twitter や Podcast でも情報を発信していますので概要欄からアクセスしてみてください。次回もあなたにプラスワン。